ごちそうさまでした。おお、100円多いよ。今日レディースで。ねえ翔太。ん？お母さんがスナックで働いてんのって嫌じゃない？なんで？夜の仕事じゃん。水商売だし。今日でこの店は閉店です。何してるの？改装。スナックさよこをオカマバーにしようと思うんです。フリだなんて絶対にダメ。私が潰したくないの？私と涼子さんがここ潰したくないの？長井真奈美の娘の長井さよこです。私似て可愛くてあんたに似てバカね。ちょっと、あんたたちはお姉としてお店出てんの？お客様もお姉だと思ってる。それは忘れないでよ。いつか終わっても今夜一生懸命に踊るんです。私たち偽物が精一杯お客様に笑顔を振りまいて。いつでも飲みにおいで。